ガス料金か。ガス料金なんて、ヘディング。のぞみショップ、のぞみショップ TV へようこそお越しいただきました。今日はですね、なんと明日、日本時間朝10時に日本対コートジボワールのワールドカップサッカー2014が始まります。よっ、日本代表。ということでですね、僕もそれを応援しようと思ってこれを買ってきました。実際に開けてみましょう。なんとこれは日本代表を応援する、ララララッチャチャーン、タオルです。これは、これがないとね、応援してはならない。むしろこれがあると応援していいという。ほらもう見て、このサッカー一色。このね、人生でね、サッカーのテレビをほぼ一回も見てない人が今サッカーのタオルをつけてますよ。どうですか、このコメントできないですね、ここはということでですね、多分皆さんもサッカーを見てない人いるかもしれませんね。見てないよね。見てないですね。だから僕が解説をしましょう。サッカーを見てない人がサッカーを見てない人に解説、サッカーの解説をするということでですね。で、まあ、多分、コートジボワールというのは、まずどういうところにあるかというと、実は、日本の、コートジボワールは、西アフリカに位置する共和国。じゃんじゃん。サッカーが盛んな国らしいですね。はい、調べたんですけど。まあ、調べるって言ってもね、周りにそのサッカーを知ってる人がやっぱりいないと、サッカーに触れ合う機会なんてほぼないんですよ。でも実はですね、僕あの高校時代ね、サッカー部だったんですよ。マジですか？マジです。マジです。サッカー部だった期間、3日。早っディフェンスのあの練習でちょっと血が出てやめた。で、今回ですね、僕が注目している多分皆さんも知らないと思いますので、ここで僕があえてこの選手を応援した方がいいんじゃないかっていう人をちょっと紹介しましょう。この人です。日本代表の、ほら、僕が今一番注目しているゴールキーパー、川島。ん？えい。いや、長。なんか。これダメだね、これ。サッカーを知らない人が、名前をちゃんと書いてほしいよね。この、振り仮名をつけてほしいよね。だってさ、テレビを見ててね、川島 AJ って言っててさ、全然違かったらさ、ちょっとあれじゃん。でね、まあ、川島 AJ かどうかわかんないけど。ね。はい。はい。この川島さん、なんと、1983年3月20日、年齢31歳、身長185センチ。これね、チームへの忠誠心。7ポイントぐらい。あるんですけど、この、なんか他に、なんか空中戦とか、空中戦は6とか、奇抜さ5とか、キック力 5.5 とか、なんかその、パロメーターみたいなのがあるんだけど、そのチームへの忠誠心が、その空中、キック力よりも低いんだよね。これちょっとそれ面白いよね。本田選手。まさには王子の首にかかってる選手ですね。え？これ？ん？あ、本田って書いてある？本田ね。これね、こっから見たらね、あのね、日本にしか見えなくてさ。これ、ね、日本を応援するタオルかと思ったら、これ、本田選手のタオルだっていう。そういうことですね。やばい。これアウトだね。僕今、すごいこう、本田選手のタオルかけながら、なんで川島さんの話を出してきたのか、すごい不思議で。確かに。あ、4番って、あれだったんだ。本田選手の。はい。僕が応援する選手は、本田選手です。なるほどね。なんかね、あのね、お店これ東急ハンズで買ったんですけど、4年に一度の
ワールドカップみたいな書いてて、最初は7番の数字が好きだから7を買おうとしたんだけど、あの4年の一度だからね、この4っていうのに買ってみたんですよ。4番ってキャプテンナンバーじゃないですか。やっぱそうだよね。やっぱそうだよね。違ったかな。多分キャプテンナンバー4番だったような気がする。まあということでね、あの僕が応援する選手はやっぱり本田選手。やっぱ本田選手ですよ。見てください、このチームへの忠誠心。5同じ同じ、これ5以上いるの。ちょっと待って、チームへの忠誠心10の人を見てみたい。誰、西川さんはなんだ、チームへの忠誠心。あ、6や、分かった、この西川さんいい人や。いい人だ。上、健田さん、健田さんチームへの忠誠心6や、この人もいい人や。他には長友さん、あれ、あ、この人すごい、チームへの忠誠心7。ああ、多分結構いろいろチームに見ついでんじゃないの。見つぐっていうのはまた表現が。ポジション ディフェンス、あ、やっぱそういうのね。でもゴールキーパーがさ、チームへの忠誠心5でさ、ディフェンスがさ7ってさ、ゴールキーパー、まあこれ何をこう元に絵の忠誠心なのか分かんないですからね。ああ、ほらあれじゃない、あのサッカーって始めるときにさ、なんかこういうのあるじゃん、こうなんかこのなんかさ、こうまあ敬礼みたいな、敬礼みたいな、それをみたいな。いやー、ちょっと違うんじゃないですか。やりすぎちゃってチームへの忠誠心が7になってるとか。ということで明日、朝10時から日本 VS コートジボワールなので、ぜひぜひ皆さん一緒に日本代表を応援しましょう。